新人の2人が争った新潟県知事選挙は、自民党などが支援した現職の花角英世さんが当選を確実にしました。明日からまた再びですね、新しい県政をですね始めていかなければならないと思っております。その職責の重さをですね、今実感しているところでありますが、まさに住んでよし、訪れてよしの新潟県を目指して、一歩ずつ着実に前進してまいりたいと思います。新型コロナで、まずはこう傷んでいる経済社会活動を元に戻しながら、これまで以上にですね新潟県の経済、活性化を目指していかなければならない。現職の花角さんは昨日、村民の後押しや子育て支援などに力を入れると主張しました。柏崎刈羽原発の再稼働に関しては3つの検証の結果が出るまで再稼働の議論はしないと訴えた花角さん。自民党や労働団体の連合新潟などの支援で再選を確実にしました。それでは先ほどお知らせした通り、また皆さん相手方現職やっぱ強いんだなと、それはそう思いました。やっぱ柏崎刈羽原発が世界最大の原発なんだ、このことをね、何としても県民の皆さんに訴えたかった。でそれはまあ一生懸命訴えたな、もうちょっと時間が欲しかったなと。